皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。タティアナ・オクタービアでございます。お久しぶりでございます。本日はなんかちょっとよくわかんないけど、髪型はちょっとラプンツァオ風にしていただきました。本日は皆さん、お化粧品選びの際ですね、何を重要にされてるかというのがあるかと思うんですけれども、なんかそれは皆さんそれぞれの、好みというものと、あとお値段とのご相談があるかと思います。なので今日は実はお化粧品選びの際に、これはちょっとやめてほしいかな、こういう選び方はしない方がいいですよということについて少しお話しできたらなと思います。よろしくお願いいたします。ライト移動しました。こっちの向きの方が可愛いかなと思って。 お化粧選びということなんですけれども、お化粧品を選ぶ際、まず一番大事なことは肌質に合ったものを選ぶということですよね。肌質、脂性肌、普通の肌なのか、あと混合肌、乾燥肌、敏感肌とか、いろんな肌がありますけれども、その肌質に合ったものを優先的に選んでいただいて使用されるのがまず大前提でいいことだとは思います。ですが、やはりこの世の中ね、デパコスであったり、プチプラであったりって、いろんなな化粧品がたくさんあって、すごい大変ですよね。なので今日はこの選び方はやめましょうというのを一緒にお勉強できたらなと思います。よろしくお願いいたします。なぜ肌に合っていない化粧品がダメなのかということなんですけれども、スキンケアで肌に合っていないものを間違って選ぶと、その化粧品自体の効果、ポテンシャルの効果というもの自体が活かされないんですね。なので、しっかり使っていても効果が出なかったりであるとか、あれこれ使ったのに全然変わんなかったよとか、逆になんかガサガサになったよという結果が生まれてしまうことになりますので、やはりお化粧品、お金を出して買うのであれば、効果的にいい結果をやっぱり出したいですよね。ですので、お肌に合ったものをまず選びましょうというお話になります。まず一つ目、やめてほしいことですけれども、有名人の真似、人気な人の真似をそっくりそのまますることですね。SNS が結構発達している世の中でございますので、有名な方いらっしゃると思います。美容家さんであったりとか、モデルさんで、その方が、雑誌とか SNS で美のカリスマと言われてらっしゃる方ですね、が使ってらっしゃる化粧品って気になりますよね。それは当たり前だと思います。それを気にされるのは決して悪いことではないんですけれども、その方と全くそのまま、そっくりそのまま同じものを全部揃えて使うというのはやめた方がいいんじゃないかなとタティアナは思います。なぜかというと、その有名な方とあなた自身の肌質はまず絶対に違いますし、あとは年齢や生まれ持った肌のポテンシャルですね、そういったとこも絶対違いますので、その有名な方が、いいと言った化粧品が必ずあなた自身にいい化粧品であるというね、確証はございませんので、全く同じものを揃えてそれだけを使ってというのはおやめになった方がいいんじゃないでしょうか。やはりね、乾燥肌なのか、脂性肌なのか、はたまた混合肌なのか、そしてシミに悩んでいるのか、おしわに悩んでいるのかなど、その人それぞれに合った
悩み、肌質を見極めていただいて、それにぴったりのお化粧品をお探しになるのをお勧めいたします。参考にされるのはね、非常にいいことだとは思いますので、そういった有名な方々のブログとか SNS を見ていただいて、そして感想を見ていただいて、あ、こんな化粧品こんな感じでいいんだというふうにご参考程度にされることはいいかと思いますし、そこから購入いただくこともいいかと思います。ただタティアナが言いたいのは、そっくりそのまま揃えて真似るというのをやめた方がいいんじゃないかなというお話になります。2つ目は、特定の成分を毛嫌いすることですね。どういうことかと言いますと、例えば日焼け止めであれば、紫外線吸収剤は絶対にやめた方がいいよとか、防腐剤はダメですかというような話ですよね。確かに敏感肌、そしてアレルギー肌の方というのは、今言ったような紫外線吸収剤、防腐剤というのは避けて使われた方がいいかと思います。お肌にね、少しばかりやはり刺激になることは事実ですので、そういったものが入っているものを敏感肌、アレルギー肌の人が選ぶのはちょっと違うかなとは思います。ただご自身が普通の肌であって、今言ったような成分が入っているものを使用された際に、特に肌のピリつきであったり赤みというものを感じなければ、それは決して悪いことではございませんので、ご使用されるのがいいんじゃないでしょうか。なぜかというと、例えば紫外線吸収剤であれば、やはり日焼け止めの中で高い SPF 値を叩き出すためには紫外線吸収剤というのは必要になります。そして逆に散乱剤だけの、日焼け止めというのは白浮きの原因にもなりますので、なので、紫外線吸収剤が入っているものをご使用されるというのもメリットの一つかと思います。そういったものも悪い面だけではございませんので、さっき言った通りで、もしご使用された際に特に肌にトラブルを感じないのであれば、使っていただいていいんじゃないでしょうか。そしてそういった肌の刺激を感じないものをですね、ずっと使い続けることで悪影響、例えば将来シミになりますかとか、シワが増えますかとかいうことなんですけれども、それは決してないと思いますので、ご安心してご使用なされたらいいかと思います。タティアナが言いたいのは、やはり先ほどと一緒で肌質に合っているかどうかですね。ご自身が敏感肌なのか、アレルギー肌なのか、そういった場合は今言ったような成分、避けて、ご使用されるのがいいかと思いますが、使ってみて特に問題がなかった場合に、巷の噂だけでその成分を入っているからといって絶対使いたくないと言って避けるのはちょっと違うかなと思います。その成分にもその良さがございますので、いいとこをしっかりと見極めてあげて、ご使用されることをお勧めいたします。今日は私実はグリッターっていうのを初挑戦したんですけど、ちょっと映像では分かりにくいかと思うんですが、いつもの失礼いたしましたおっさんが出ちゃった、いつものメイクの初尾先生ですね、にグリッターについてちょっと講習と言います、講習というお勉強会をねさせていただいて、グリッター挑戦したんですけれども、初尾先生がいらっしゃるので、結構なんか髪型とかもなんかいろいろしてくださるので助かってますっていう話です。3つ目は、同じ成分であれば安いものを選ぶということですね。どういうことかと言いますと、結構YouTuber の方とかでもよく見るのが、デパコスのこの製品と、プチプラのこの製品比べてみたら内容ほとんど一緒だぜ、だから安い方使おうぜみたいな動画があると思います。
ブリアナさんとの、コラボの際にも少しねちょっとお話ししたんですけれども、デュラメールさんのクレームデュラメールと、あとニベアさんの青缶のクリームですね、その内容を比べた動画についてちょっとお話ししたんですが、まあそういったことですよね。同じ成分であれば安い方を使った方がいいんじゃないというような運動があるかもしれないんですけれども、まあタティアナ的には高い成分には高い意味があるということですので、決して安いものが悪いと言っているわけじゃないんですよ。同じ成分だから全く違いがないので安い方を使ったらいいんじゃないかなという言い方はちょっと違うんじゃないかなと思います。先ほども言いましたけれども、デュラメールさんのクレームデュラメールと、あとニベアの青缶ですね、内容的には確かに順番とか成分の量とかは一緒なんですけれども、お値段の一番の違いというものはデュラメールさん特有の海藻の成分というのがたっぷり入ってらっしゃるんですね。なのであちらの方はお値段がやはり高いというものになるんですね。でその成分がやはりしっかりとお肌に効果を出すので、お値段に比例しているんじゃないでしょうか。タティアナが言いたいのは、決して安いものがダメですよということではなくてですね、同じ成分同じ名前だからといって、この高いものと安いものというものが決して全く同じものではありませんよということになります。これが同じレベルの同じものではないので、効果としてやはり違いが出てくるんじゃないかなということをタティアナはちょっと言いたいなと思っておりまして、なので同じ成分だから安いものでいいかと言って安いものばっかりを選んでいくというのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思いますというお話でした。ただね、やはりコスパとかご自身のお財布事情もあるかと思いますので、そういったものにねしっかりと見合ったもの、化粧品やはりケチケチ使ったりとか回数を減らすという使い方は間違ってございますので、しっかりとたっぷりと使えるものを選んでいただくのが一番いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。いただきます。どうした？後で散歩行こうね。はい、すいません、お待たせして。怖っ。フラさんがね、雨が止んだから散歩連れてけっつって騒いでらっしゃる。4つ目、スキンケアの成分を過信しすぎることはやめた方がいいんじゃないかなと思います。どういうことかと申しますと、化粧品スキンケアの大前提のモットーは予防ということなんですね。なので今ご自身のお肌がこれ以上シワシワになったりとかおシミが増えるっていうのをできるだけ進まないように努力をしていくというのがスキンケアの大前提でございます。過信しすぎるというのは、どういったことかというと、この製品を使ったらほうれい線が消えますよとか、この製品使ったらおしみなくなりますよと言われるようなことですね。おしみが消えたりというのはもう予防ではなくて治療の範疇にございますので、そういったことはやはり美容医療の力が必要になるかと思います。市販のもので、スキンケア製品でおしみが完全にきれいになくなりますというものはまずないかと思いますので、例えば、これ使ってるからこのシミ消えたらいいなと思いながら使うのはいいんですけれども、使ってるのに全然消えないじゃないっていうふうに怒っちゃうのはちょっと違うんじゃないかなということで、スキンケアを過信しすぎないようにというお話になるかと思います。何度も申し上げますけれども、スキンケアはあくまで予防ですね。現状を悪化させないためのもの、抑えていくものですので、使ったものに対して全然ダメじゃないって一喜一憂しないように、化粧品に頼りすぎない、化粧品を過信しすぎないということが重要かと思います。
やはりですね、おしみ消したいよとかいう治療の範疇のものは美容クリニックさんでレーザーであったりとかドクターズコスメと言われるものが必要になるかと思いますので、そういったところにご相談されるのがいいんじゃないでしょうか。最後ですね、お肌にトラブルが起きた時に使うのをやめないということは絶対にやめた方がいいと思います。例えばさっきも言ったんですけれども、どんなに有名な方とかどんなに人気な美容家の方がおすすめしている化粧品だからといってご自身が使われた際にピリつきがすごく感じるであるとか赤みがすごく出てしまった場合ですね、それをなんかダウンタイムというような感じで、あとは好転反応ですよと言って使い続けてくださいねという方もいらっしゃるんですね。確かに製品によっては、例えばビタミン A、レチノールのように A 反応と言って少し好転反応のような赤みが出るものもあるんですけれども、そういったものも使っていくたびにですね、徐々に慣れてきてなくなっていったりしますし、ビタミン A とか特殊なものになります。ですのでそういったものじゃない場合に使ってピリつき赤みが出た際は使用されるのをピタッとやめていただいた方がいいかと思います。どんなにね大好きな、信用していらっしゃる方がこれいいよと言ってたとはいえ、まあ、一番の話に戻りますけれども、ご自身の肌質にはやはり合っていないものになりますので、そういった際は勇気を持ってどんなに高かったとしてももうご使用されるのをやめた方がいいかと思います。なぜかというと赤みピリつきというのはやはりお肌に悪影響の炎症を起こしてしまうんですね。なので炎症がずっとお肌にあり続けることでお肌がどんどんくすんでしまう、せっかくいい製品を使っているのに逆に黒ずんでしまったり、生くすみをしてしまう、おしわが増えてしまう、炎症によって水分が飛んでしまって乾燥肌になってしまうというふうにどんどんと肌がね悪くなってしまう場合がございますので、決して合わない製品、これちょっとおかしいなと思った際はピタッとやめる勇気をお持ちくださいというお話でした。フラさんがいびきかいてらっしゃいます。こんな感じでお話ししてまいりましたけれども、スキンケア化粧品ですね、やはり一番大事なのはお肌に合っているものを使いましょうということに限るかと思います。何度も申しますけれども、人の真似をしているということではなくてご自身に合ったものをどんどんと見つけていくということに努力なされるのがいいんじゃないでしょうか。このようにね、この動画では美容のこと、そして体のことなどをタティアナ、そして奥戸先生と一緒に動画にアップしていきたいと思います。失礼いたしました。今日のタティアナの動画良かったよ、タティアナ綺麗だね、可愛いねと思う方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。タティアナ・オクテービアでございました。何のポーズこれ。